水郷大江夏祭り道路を流し花火大会は山形県西村山郡大江町で毎年8月中旬に開催されている花火大会である。1922年より開催されている山形県内では初めてとなる花火大会である。雨天結構だが好天時は中止となる。毎年光と音と水の共演をテーマに開催している。 最上川河岸3カ所から20号玉、スターマインなど4000発の花火が打ち上げられる。花火が打ち上げられるほか、会場を流れる最上川には灯籠が置かれ、灯籠流しも行われる。1919年より、地元の人が身内の水難者の霊を慰めようとお盆の時期に、灯籠を流したのが始まりである。会場の左沢軸は、かつて最上川周運に、 多い中継地点であり、船の道であるとともに、魚取り、水泳ぎの場所でもあったため、船や水難の事故も過去に起きていた。灯籠の数は1000個。2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行により、戦後初となる開催中止。この年の7月には、令和2年7月豪雨の影響によるもがみ川の氾濫で、大江町は浸水被害を受けており、 新型コロナウイルスの収束と豪雨復興の願いを込め、8月23日の夜に立山公園から270発の花火がサプライズで打ち上げられた。約2000台当日、離れた駐車場からは無料シャトルバス運行が運行している。ありがとうございます。